します。さーい。ということでですね、今回はなんとスカイピースに引き続きまして豚麺の奥やっていきたいと思います。食べるだけのチャンネルなんてありふれてる。そこから何をするか、これが人生じゃんねんずさ。今回はですね、豚麺に韓国ちょい足ししていきたいと思います。今流行りに流行ってるじゃないですか。まあラップチンチンでもね、あの韓国料理とかをよく作ったり食べたりしてるんですけども、豚麺に入れても間違いなくうまいんですよ。まあもうね、俺はもうね、もう韓国マスターもうほぼまあ何をやりたい、あ、すいません、投げるとこもあれだね提供です、ありがとうございます。本当に豚麺大好きです、僕。もうそもそもせっかくなんで豚麺の昔話をしますと、俺と豚麺との出会いはまあ、3時のおやつ。学生の頃結構食べてて、今も大人になってちょいちょい食べたり、やっぱね、大人気。豚麺ってこれ見ての通り、ちっちゃいんですよね。普通のカップラーメンってもう一回りでかくて、ちょっと3時のおやつには夕飯に響くなと。なので、ちょっとワンサイズちっちゃい豚麺、これがやっぱ美味しいんですよね。で、しかもね、これね、買うとね、フォークついてくるんだ。で、刺すみたいなのが2のやり方なんですけども、今回はフォーク何もない。なので、これでいく。もうなんとですね、これもう言っていいのかわかんないけど、豚麺さんから大量に豚麺いただきまして、もう提供なんでそれいただきますよ。それはね、ラップジンジンのみんなに住んでる方の家に豚麺をあげたんですね。そしたら、なんと、美味しいって。そりゃそうだろ。味もいっぱいあるし、飽きないんだけども、そっからさらにのちょい足しで、トッピンブーしたんですね。トッピンブーというのは、豚麺ラーメンにちょい足しをして、さらに美味しく食べるということだ。みんなもぜひ、やってみてね。まあじゃあ早速食べてきたと思います。てい！てい絶対ダメや。どんどん食べてくわよ。さあまあいろいろちょっと出てるんですけども、まずはシンプルな豚骨から。どこがシンプルや！受けてないと。韓国風トッピングでしょ？だからもうまずチーズは絶対にマストなんですよ。もう韓国にチーズは間違いない。あ、チーズってことはカレーとか合うんじゃない？カレーの豚麺にまずチーズを乗せます。このままだったらカレーチーズなんですけども、コチュジャン。これを入れることによってさらに韓国になるという。見てこれ、ほら。コチュジャンの色してる。美味しそう。家にあるチーズをこう上に乗せるだけでももう十分美味しいんで、これかなりおすすめのトッピングです。いや、間違えた。トッピングです。いただきたいと思います。エロキョース。うわ、これチーズとの相性しか合わん。うん、美味しい。何これ、マジで食べやすいな。美味しい。うん、あ、うまい。やっぱ普段の豚麺も美味しいけど、こうやって変えるとさらにうまい。あれ、無限だな。大丈夫です。6時に今日起きて編集みたいな作業してる間にバーイーツで韓国フードをデリバリーして、それをちょっと食べて、お昼くらいに家族と一緒にラーメン屋さん行ったんですよ。今15時なのに大食いでも食べれるよ。無限だからね。怖いな、なんか俺怖いな。まず1個余裕で完食です。こんなんもう朝飯前です。うますぎて朝飯前っていうか、もう昼飯後。そして続きまして、続きまして、食べないラー油とピーナッツバターとおやつカンパニーさんから出てます、トッピープー。チャーシュー味って書いてあるから、多分ここに入れても合うんや。ここに書いてある、なんか入れるといいよみたいな。普通に食べてみよう。美味しそう。チャーシューの味がする。入れてみますか。うぃー。この状態になったもので混ぜていきます。音が見て、ほら、これ気持ちいい。これマグマっていう名前らしいんですけど、果たしてうまいんかな。うわ、だってこれめっちゃ甘かったで。ピーナッツバターみたいなやつ絶対美味しくないよ。そういうのも良くないよね。でも美味しくないと思う。待って、めっちゃ、あっ辛い。待って、めっちゃうまいって思ったし、言おうとしたんだけど、それを言う前に辛さが勝った。ラー油入れすぎたからめっちゃ辛い。うん、おいしい。味は普通に美味しいし、トッピンブーどこ行った？溶けて消えた。でもやっぱ合うね。かすかにこのチャーシューの味もするから、溶けててもなおね、いい味出してる。マグマうまい。完食です。いや全然うまいなこれ。辛いけどね、やっぱりちょっとなんかしゃっくり出そう。次のトッピングはですね、なんとじゃん、まさかのプリン。このプリンをここの中に入れと、なんか台湾でバズったプリンラーメンっていうのになるらしくて、台湾のやつ大丈夫か、そんで韓国ちゃうんか。ちょい足しできたらいいんですということで、入れていきます。えっ、これその別々で食べたかったな。美味しいんかなこれ。ふざけてないですからね。これがいいよみたいな、なんかおすすめされたんですからね。これがいいですよっておすすめされたからやってみてるだけで、これに関しては俺はもう全然美味しくないと思ってますけど、いただきます。うざいのがね、意外と食えちゃうっていうのがうざいな。うん、ありよりのなしなのかな。いや意外といい。あーすごい、普通に美味しい、美味しいかもしれない。ちょっと
スルスルいけちゃいますね。完食です。やっぱ味変があるのは楽だね。なんか大食いでの一番の戦いって飽きないよね。もちろん豚麺の味がもう醤油、タン塩、豚骨、ラーメンとかいろいろあるからもういいんだけど、さらにちょい足しをすることによって雰囲気が変わるからマジでいい。冷蔵庫にチーズとか大体入ってるわけじゃん。そういうのをバッて入れてみたりするとまたちょっと味変わって、昔の頃と違った味が楽しめるような気がします。ということでですね、次は韓国で一番有名なチーズタッカルビ、チーズタッカルビをですね、なんと豚麺で再現できるということで、まず必要なのがみたらし団子。こちらでタッカルビの甘さもちょっと出していきたいと。そしてそして次はチーズタッカルビにはチーズふんだんにかけちゃいます。そしてそしてそしてコチュジャン、これは辛いのでちょっとにします。チーズタッカルビ完成いたしました。じゃ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 ーん。チーズタッカルビになるのかならないのかは置いといて食べてみますか。いただきます。うんみたらしめっちゃ合う。醤油だから醤油醤油で一番いいんだろうね。やっぱチーズとの相性最高だわ。やっぱ定期的にこれも食べたくなっちゃう。なんか60円の安さらしいんで、ぜひ皆さんトッピングしてみてください。こうやって小腹空いた時に軽く食べれるこの豚麺が80円っていう安さだから、もうね超いいと思う。え、本当に豚麺っていいと思うよ俺。でもマジでうんみたらし意外とあり。完食です。うまっみたらし。参考画像の方はなんかあれなんですけど、ヒクメルリ、こっちだとなんかヒクメルメクリ、ヒクメルリ、ヒクメルリ、ヒクメルリ、あやべ、ちょっと大丈夫。あ、大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫。やばいやばい。壊しちゃったやん、完全に。こちゃーん、めっちゃ壊れてる音してる。こんな分かりやすく音してる。ごめんなさい、パソコン置いた時にクラッシュしたらしく。あらら、全然いいっすよ。全くうんともすんともなくなってしまって、こんな壊れる音してます。俺、置いた瞬間に壊れたと思いました。ただ、うるさいっすよね。ごめんなさい。全然大丈夫、全然大丈夫ですよ。じゃあ食べていきたいと思います。パソコン壊した要因やんだ。まだホイップ入れてない。あ、入れてないです。パソコン壊した要因やんだ。まだあんだ。ちょっと切り替えていきますね。はい、こいつ反省しないなって思わないでください、ね。いや、まずあれ、じいさんのせいじゃないですよ、それで壊れるの。いやいやいや、投げたわけじゃないですよね。こっから落としましたか。はい、あ、でも全然それが問題ないです。それで壊れるんだったらって、俺リュックで持ち歩いてるんですよ。リュックを俺投げてるんですよ。いや、申し訳ない、まず。いや、大丈夫です、大丈夫です。ってことでですね、次がですね、こちら、まさかのホイップクリームと、こちら、ディッディク。そして、なんと、焼肉のタレをですね、こちらに入れて、世界一ニンニクをうまく食える方法がある。韓国に入ってるのか、もう僕にはもう、把握できてません。ですが、まあ、ニンニクを一番美味しく、まあ、ニンニクと言ったら韓国なんかな。でもなんかあるよね、ヤンニョムチキンとかニンニク入ってるし、もしかしたら韓国ニンニクが有名なのかもしれない。なんでちょっと食べていきたいと思います。まずじゃあもう全部いくの？このちっちゃい量に全部いくの？いく。関係ない、ニンニク美味しく食べれるんだからニンニクが主役ですから。そして焼肉のタレですね、入れて、そして次がホイップクリーム。え、これ甘いやつかな。え、甘いやつだけど大丈夫？すごいな。うわ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 ー、ニンニクの匂いすごい。今日チューすんのに。誰も突っ込んでくれる人いないの、ガチな感じになっちゃうんで、やめときます。はいはい、うわー、こんな感じです。いただきます。これ絶対美味しくないって、俺食べたくないもん俺これ。うわ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 、えぐだいたいこう食べきったんで、さっきの美味しかったトッピングをちょっとまた再現したいと思うんですけど、チーズタッカルビのやつやみつきになりますね。なんでちょっとチーズタッカルビをこちらの豚骨ラーメンバージョンで作ってきたと思います。よいしょ。何杯目かわかんないけど、いただきます。あく
うん、みたらしと豚麺の相性めっちゃいいわ。美味しい。でも不思議だよね、みたらし甘いんだよ。だってなのにこのしょっぺい豚骨とレボリューションですよ、これすごいな。うん、完食です。あとこちらプリンですね。甘党なんでね、僕よっ。あー最高だ。ほら見てください、ぴったりです。プリンとの相性ぴったりです。豚骨バージョンでいただきますね。うわすげーぜ、乗ってるぜ。うわうわ、くらっ。うん。プリンどっか行っちゃった。あれ？あった。うん、うん、うん、ありがとう。ね、これ食べきるんですかね。編集するから見ると思うんだけどさ、はい、ルパちゃんのパソコン壊しちゃった俺。ちょっと空間あるから、ちょっとそしたらパソコンからビー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 止まんなくて、もう壊れちゃった。うんちょっと言わなくて、で壊れちゃった。知ってるんですかルパちゃんさん。知ってる、知ってる。いや、知ってる。まだ言ってないんだよ。いらっしゃいませ、僕のお家にいらっしゃいませ。はじめまして。ここで動画撮るの初めてね。ちょうど今日背景合わせてくれて。そうなんですよ。今日ね、一体化してきてくれて。でですね、今なんか豚麺のちょい足しをやってて、豚麺食べたことありますよね。大好きですね。ぴったり。いやいや、いっぱいいる。いっぱいいる。豚麺大好きでいっぱいいます。なんでちょっとキーちゃんに、俺の考えたちょい足しを食べていただこうかなと思って。なるほど。キーちゃんで辛いのいけるキーちゃん。いけますよ。じゃあ多分美味しいと思います。ジンズキッチンで鍛えてますからね。じゃあまずですね、はい、あのまあ韓国、これ韓国のちょい足しなんで、テーマがシンプルにキムチ入れたやつ。美味しそう。じゃあシンプルにどうぞ、こちら。ありがとうございます。シンプルに美味しそうだよね。豚麺自体に何でも合いそうな感じ。なんか何でも、何でもちょい足しあると思う。めっちゃうまい。美味しい。やっぱりやっぱ合うんよ。うまいですね。キムチもやっぱ何でも合うからさ。確かに何でも合うと何でも合うんだ。何でも合うんですよ。星何個ですか。豚麺のノーマルが3だとして。豚麺のノーマル3だとして、平均が3だとして 4.6。 いやー5じゃない。でこれは高評価ですよね。基準が分からない。1個目なんで。じゃ続きましてなんですけども、もうシンプルに海苔韓国。海苔韓国、韓国海苔をちょっと巻いていきます。これをいける、これ大丈夫かな。乗せてこういうこと。あ、そう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 、はいはいはい、これを、うわ、うまそうそう、これで掴んでこう、はいはい、うわ、いただきます。そうそう、うわ、これ美味しそう。うん、うまい。マジでこれやばい。これ食べたい。革命起きてますね。ちょっと待って、ちょっと待って、ラーメン屋さんで見たことあるやだこれ。いただきます。めっちゃ美味ですよ、ね、うん、やっぱ海苔も入ってるもんね、だってラーメンも。それ合うわ。韓国海苔なのさらに一味いい。確かに、韓国海苔。え感動なの。海苔より韓国海苔ってもう全てを上回って。え、わかる。え、絶対そうだよね。上位互換ですよね、完全に。え、完全、日本の海苔の上位互換が韓国海苔。ですよね。味海苔よりもだって弱いもん、韓国海苔。食感もなんかパサパサしてるじゃないですか、普通に。うん、弱いんで。プレゼン下手なやつ。プレゼン下手なやつらが集まってんの。はい、ということでですね、次がコチュジャンチキンラーメンで、こちらがサラダチキンなんですけども、コチュジャンをちょっと上にかけつつ、麺と一緒に食べてみて。これいただきます。美味しそう。今んとこ全部美味しいから。レモン風味だこれ。いただきます。うっす。うん。これは好き嫌い分かれると思います。あ、マジで。でも、うん、これ好きかもしれない。微妙な反応だった。いやいやいや、なんか癖があるんですよ、レモンが。あ、このチキンが癖あるってこと。レモンが逆に癖になりますね。いただきます。うん、全然美味しくない。美味しいです。これだから普通チャーシューじゃん。チャーシューってトンじゃん。でもなんかチキンでさっぱりバージョンみたいな。確かに。しかもこれレモンだからすごいさっぱりなんよ。そうですね、レモンがなんかいい感じに。そうそう、いい塩梅出してる。そう、え、これいいね。てかこれがいいね。これがいい。あれ。コチュジャンとそいつの相性がいいですね。うん、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 そういう意味あるんですか。口の中トッピングだね。確かに。ピンがすぐ納得する。考える間なくて、たったに合図中なんだよ、もうリズム感が。という
ということでですね、どうやらこちらの通称豚麺くんなんですけども、まだ名前が正式に決まってない。この名前を決める投票がですね、あの概要欄に特別 URL 貼ってます。そんな、この子の命関わってます。関わってますよ。これからのいや、もう名前これからなんて呼ばれてるかっていうのが関わってるんで、もうぜひみんなの付けたい名前に投票して、こいつの名前をみんなで一緒に決めましょう。名前の投票に参加してくれた人ランダムで10名様にですね、豚麺3万円分ですよ。なんかなんか、はい、なんかクオカード3万円分がゲットできると。おー、それでかい。クオカード3万円分は豚麺めっちゃ買える。間違いない。豚麺めっちゃ買えんのよ。10名なんで、まあ、全然余裕ある。こういうチャンスってやってみないと当たんない。しかも名前決めれるっていうのも楽しいです。楽しいからね。参加するのは無料なんで、無料で3万円もらえるんだったら絶対やった方がいいと思うんで、ぜひ皆さん投票に参加して、クオカードゲットしてみてください。ありがとうございました。ひかるさんみたいな。